ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩委員長の普及の著作、キム・イルソン・キム・ジョンイル主義青年運動の最盛期を開いていこうの発表3周年記念研究討論会が26日平壌の青年中央会館で行われました。青年同盟と関係部門の人、平壌市内の青年学生がこれに参加しました。討論会では金正恩委員長が著者5年2016年8月28日に発表した普及の著作に示された思想理論の正しさと生命力、そして全ての青年を真のキム・イルソン・キム・ジョンイル主義者にしっかりと準備させるための諸問題について掘り下げて論評した論文が発表されました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員のキム・ジェリョン内閣総理が、ナムフン青年科学連合企業所と平壌バス工場など人民経済の各部門の実態を現地で把握しました。キム総理はナムフン青年科学連合企業所のアンモニア生産工程と設備の補修状況などをつぶさに見聞きし、生産工程の近代化を促し、経営活動を最良化最適化することについて述べました。平壌バス工場と平壌トロリーバス工場では、自力で製作した新型のバスとバッテリーカーなどを見て、工場の労働者を励まし、組み立て工程に先進技術を取り入れることを強調しました。現地で協議会が開かれ、電力保障の対策を徹底させ、生産工程をオートメ化ロボット化し、関係部門で連帯生産品を十分賄うための対策が討議されました。全国青年科学技術成果展示会が始まりました。26日、平壌の青年中央会館で開会式が行われ、朝鮮労働党中央委員会チェヒ副委員長と関係者、青年同盟の人、青年科学者、技術者、勤労青年、三大革命グループ員、大学生が参加しました。キム・イルソン・キム・ジョンイル主義青年同盟中央委員会パク・チョルミン委員長が開会の辞を述べました。青年デーに際して行われるこの展示会に、国中の青年が科学研究と集団的技術革新運動を力強く展開する過程に収めた550余りの科学技術の成果資料と技術革新案が出品されました。全国家具及び建築装飾部門科学技術の成果展覧会2019が終わりました。26日、平壌の科学技術殿堂で閉会式が行われ、朝鮮労働党中央委員会パク・テソン副委員長と関係者、出品したところの人、勤労者が参加しました。審査結果が発表され、優秀な評価を受けた団体個人と製品にカップと賞状、賞書が授けられ、表彰がありました。国家科学技術委員会リー・チュンギル委員長が閉会の辞を述べました。共和国各地の炭鉱の青年たちが集団的革新運動で屈伸の高い速度を記録し、社会主義強国建設を推し進めています。集計によりますと、福ちゃん地区青年炭鉱連合企業所をはじめ多くの炭鉱の青年たちが2年分または年間人民経済計画を達成しました。近年、農業研究院の油脂作物研究チームが新しい品種を育種しました。油脂作物のこの品種は生産性と栄養学的及び薬理的効果がより高く、栽培と利用で経済的実利のある有益な作物として認められています。以上でこの時間のニュースを終わります。シン・ヨンギルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。信頼、する最高指導者金正恩委員長は熱い人民愛を持って朝鮮人民を偉大な人民だと言いました。偉大な人民、まさにこれに人民に対する金正恩委員長の最高の信頼が込められています。904年2015年12月のある日、金正恩委員長は
幹部たちが人民に対する正しい観点を持つべきだ。朝鮮人民はひたすら労働党を信じしたい、党と運命を共にしている世の中で一番良い人民だと言いました。世の中で一番良い人民、偉大な人民、この呼び名には偉大な指導者、偉大な党の下で成長した人民らしく、この世で最も尊厳あり幸せな人民、強い人民になることを願うその信頼が込められています。信頼あれば報いの思いありと言います。人民に対する金正恩委員長の絶大な信頼あって、今、朝鮮人民は社会主義強国づくりで毎日世界を驚かせる奇跡のような成果を達成しています。金正恩委員長の愛情と信頼の政治により、朝鮮では指導者と人民の混然一体の威力が余すところなく誇り示されています。指導者は人民を固く信じ、人民は指導者を心から信頼し慕う、この混然一体は父の諸村の素顔で不可抗な力なのです。信頼、広大氏とお話ししました。歌、燃え上がる焚き火をご紹介しましょう。チャ・ヨンド作詞、人民芸術家、アン・ジョンホ作曲の歌、燃え上がる焚き火は、出世99年、2010年に創作されました。偉大な指導者と党の導きに従って、出世の革命偉業を代を継いであくまで達成しようとの、祖孫の青年の不変の信念と意志が脈打つ歌です。一番は、社会主義強国建設の各部門に飛躍をもたらし、青春の情熱を捧げる祖孫の青年のたくましい気概を表しています。2番と3番は偉大な祖孫労働党の導きのもと、いかなる困難も乗り切って勝利だけを収めようとの青年の強い革命的意志を高らかに歌い上げています。リフレインは、死をたぎる青春の情熱を栄える国づくりに捧げようとの祖孫の青年の楽観に満ちた自負心を表しています。明るく迫力のあるメロディーは歌の内容を一層浮き彫りにしています。聖なる祖孫革命の伝統を引き継ぎ、祖孫労働党の指導に忠実に従う祖孫の青年の革命的気概が込められたこの歌は、祖孫の青年の中で広く歌われています。
歌、燃え上がれ焚き火をご紹介しました。朝鮮半島の平和を脅かす軍事的妄動。南朝鮮当局が先日、2020-2024 国防中期計画なるものを発表しました。これについて南朝鮮当局は、来年から始まる国防中期計画の期間、国防予算として、2019-2023 国防中期計画より 8.5 ポイント増の2712億ドルを支出し、誰それの脅威に対応するための戦略的抑止能力の確保を戦力強化の最優先課題とし、これに317億ドルを割り当てることにしたと触れ込みました。わけとも共和国全土を打撃するための精密誘導弾、多目的の大型輸送艦などの開発及び能力確保に力を入れるだろうと公表しています。その一方、南朝鮮当局はアメリカの F-35 エステルス機の搬入を続けるなど武力増強に熱を上げています。南朝鮮当局の軍事的妄動は北と南の軍事分野での合意書を履行する意思が全くないことを世界にまたもやさらけ出したものです。北と南は軍事分野での合意書を通して相手を刺激する一切の軍事的敵対行為をやめることに合意しました。北と南の軍事分野での合意書には、朝鮮半島の平和と情勢の緩和を望む朝鮮民族と国際社会の一様な思考と要求が盛り込まれています。北と南が軍事的緊張緩和と敵対関係の解消に共同の努力を傾けると世界の前で確約した以上、南朝鮮当局は朝鮮半島の情勢緊張のもととなっているあらゆる形の軍事的敵対行為を続ける理由と名分などありません。ところが南朝鮮当局は北と南の軍事分野での合意書が採択されて間もなく、それに反して戦争演習と武力増強に熱を上げ、朝鮮民族と国際社会の平和の熱気に水を差しています。南朝鮮当局が同じ民族との対決ムードを煽り立て、共和国を刺激し、平和の流れを逆戻りさせようと手の限りを尽くしたことは、枚挙にいとまがありません。朝鮮半島の平和は、南朝鮮当局のアメリカとの戦争演習と無謀な武力増強のため、由々しく脅かされているのが今の厳然たる事実です。さらに、南朝鮮当局は、今回の武力増強計画に、またもやで 8.5 ポイント増の巨額の資金を支出し、アメリカの F-35A エステルス機の搬入を続けるなど、武力増強に躍起になっているのは、これから朝鮮半島の平和を脅かし、共和国を甚だしく刺激する軍事的敵対行為を、これまで以上に悪辣に働くという公然たる軍事的対決宣言も同じです。これは南朝鮮当局が対話と平和を隠れ蓑にして、同じ民族との対決に執着し、侵略戦争の刃を研いでいるということをそのまま示しています。朝鮮半島の平和を脅かす軍事的妄動。高台氏とお話ししました。